勇気とは窮地に陥った時に見せる気品のことである。アーネスト・ヘミングウェイ。サバイバルとは壇上から死までを結ぶ道である。サバイバルでは生と死の分岐点で生を選び分けるのだ。いずれ死ぬことは誰でも知っている。ただ死ぬにしても今日ではないということである。そういう意味でサバイバルとは死をねじ伏せるのではなく死と折り合いをつけることなのだ。私は洞察に満ちた壮観な死を迎えたい。その死から何かを得ることができるのなら痛みが伴っても構わない。生きるために懸命に抗ったのだという印を自分の最後の足跡に残したいのだ。私はこんな死を望む。誰かが私の最後の足跡を見つけどこに向かっていたのかを知ろうとしたら、絶望しか残されていないのに自分の状況に屈することなく気品に満ちた最後の一歩を私は踏んだのだということを示す足跡を残すのだ。たとえそれが敗北だったとしても、敗北さえもが戦い取らなければならないものなのだから。